お花紙で作ったカラーボールを金色や銀色の絵の具で色付けしてラメボールを作りましょう。ポリ袋の中に粉絵の具と水を入れます。チューブ絵の具の場合はそのまま使ってください。軽く振ってなじませたら、その中にお花紙のカラーボールを入れます。カラーボールが出ないように袋の口を握ったら、外側から揉むようにして絵の具となじませます。袋が大きい場合は角っこの方を使ってください。絵の具がカラーボール全体になじんだら、紙の上に広げて乾かします。金色のラメボールも同じようにして作りました。しっかり乾いたら瓶などに入れて保存しておきましょう。軽くてボンドで簡単にくっつくので、工作の材料としてぴったりです。